階段アミーゴ。僕もその金縛りの話聞いて今思い出したんですけど、うん、あの急に夜中起きて金縛りになる時ってあります？なんか、僕はそんなないですかね。ないですか。起きて金縛り、例えばぐっすり寝てるのに、急にえって起きてその3秒後ぐらいに金縛りがなる時が一時期あったんですよ。それもう大体 2,3 年前なんですけど、多分寒かったね、12月頃なんですよね。なんか5時半頃です、決まってガッて起きた瞬間、金縛りが起こって、ああって時に武田翔平さんが目を閉じてるのにここに立ってるのが分かるって、ほんとその感覚で、めちゃくちゃ強い気配としか言いようがないんですけど、全く閉じてるのにどのくらいの距離でいるのかが分かるんですよね。で、僕の場合廊下から何かが近づいてきて自分の周りを回るのが分かったんですよ。で、そういうのが続いたんですよね、3日ぐらいで。で、3日目の時に話しかけられたんですよ、僕。うん。で、その内容が、あの、僕兄貴と一緒に寝てるんですけど、兄貴がまあノブって言いまして、ここ歩いてるじゃないですか。おいっつって、ノブは今どこにいるって言われたんですよ。えっと思って、急に兄弟のこと言われて思わなかったん で兄ちゃんは一緒に寝てるんですけど、その3日間ぐらいずっとあの友達の家に泊まったかなんかして帰ってなかったんですよ。で、いや、わかんないです、もう少し帰ってってくると思いますって心の中で転じたら、ふって消えたんですよ。でそれから、あれ親戚の霊なのかなって思ってからもう怖くなくなったんですよ。で、何よりその声が、僕弟いるんですけど、弟の声そっくりだったんですよね。弟の声でノブはどうしてるって、でそういうのがあったんですよ。で、すっかり忘れてて、でつい最近、あの、僕、まあ、喫煙者なんですけど、家でタバコ吸わないんですね。で、深夜吸いたくなったらちょっと外に吸いに行くんですよ。で、こうタバコ吸ってたら、すぐ近くでで笑い声聞こえたんですね。で、僕芸人なんですけど、ちょっとそういう風に笑われるの嫌いなんで、いやこんなこだわりすいません笑いが起これば何でもいいじゃないですか。で、あって感じで見たら、そこなんですかね、あの、よくアパートとかの横にあるガス管とかをこうたくさん置いてる倉庫みたいな、はいはいはい、そっからだったんですよ。えっと思って、で、何が怖いって、その笑い声自分の声そっくりだったんですね。で、今の笑い声まんまなんですよ。ああと思った時に、そういう 2,3 年前もそういうことあったなって思って、あの時は弟の声だったなって言って、その瞬間なんかいろいろ記憶が呼び起こされて、声じゃないんですけど、僕小学校の時に弟、あの、友達家に行った時に、あれもう一人の弟はって言われて、いや一人しかいないよ、あれいつも二人いた気がするけどみたいな、ちょいちょいなんか一人多いんですよ、うん、で、僕のすごいちっちゃい時の一番最初ぐらいの怪奇現象を思い出しても、家パーって開けたら4歳ぐらいの時ですよ、同い年ぐらいの男の子がいて、スッて消えるのことがあったんですよ、うん、あれこれ全部もしかしてつながってるのかなって思って、お母さんに、なんか昔からたまに変な男の子とかって 2,3 年前も弟の声でなんか喋りかけられて、今年はなんか自分の声で聞こえたんだよねって言ったら、お母さん怖がる感じじゃなく、ちょっと悲しそうな顔してるんですよ。で、なんかあったのって言ったら、実は僕3兄弟なんですけど、本当は4兄弟になる予定だったらしいんですよ。で、1人流れちゃったんですよ。で、それが12月なんですよ。で、思い返したらそういう出来事って全部寒かった思い出があるんで、もしかしたら、で、この前弟の声で今度僕の声ってことは多分成長してるんですよね。それがずっと最近あるってのを一気に繋がって、なんかちょっと切ない感じになったんですよね。息子の例の方って大きくなるって言いますもんね、なんかそういうことが今パッと思い出しました、ね。